議選挙に臨む精鋭の先生方がお集まりでございます。今日お集まりの皆様方の全員の当選を祈願して、これから私ども一致団結をいたしまして頑張ってまいりたいと考えているところでございます。どうぞ皆様方の温かいご支援を都議会議員の候補者の皆様方に、そしていつあるか分かりません私ども衆議院の候補者にいただきますように熱くお願いを申し上げまして、措置ではございますけれどもご挨拶とさせていただきます。どうぞ皆さんお力を貸してください。式旺盛な誠に記録の充実した皆さんにご参集いただきまして、今日の日を迎えることができますことを心から喜びと同時に、皆さん今自民党あるいは今度の選挙がどうかは私が言うより皆さんがご存知だと思うんです。今次第に盛り上がりを見せているわけでございますから、我々ぜひですね、次来るべき総選挙の前の選挙と位置づけて、選挙対策委員長がちょっと異議を唱えておられますので、先に前触れとして衆議院選挙があるかもしれません。何にしても都議会議員選挙頑張りましょう。都議選が先か衆議院が先か全く分かりません。しかし7月の12日の投票日だけは間違いなく決まってるわけでございます。59名の全員の必勝を期して勝つぞ勝つぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で閉会いたします。ありがとうございました。